ですね、久しぶりにみんなでお出かけということで、ひーくんも一緒です。ひーくんやっぱり左足がなかなか治らなくて、月曜日にまたセカンドオピニオンに行こうと思ってます。今日はバロンパパさんのお誘いで、ちょっと遠いんですけど、片野市にある新しいドッグカフェに向かってます。西宮から片野いますと、片野っていうのは京都のちょっと手前ぐらいですから結構遠いんですけど、まあ、高速道路が便利になってますから、1時間ぐらいで着きました。お友達がたくさん集まってます。これが新しい、新しいってなんかのできて1年ぐらい経つと思うんですけど、新しいドッグカフェです。入りたいと思います。大体揃うのはいつも同じメンバーで、ジュリさんですか、ドッグカフェジュレさん、ごめんなさい、というとこです。とってもね、ほとんど今日は貸し切り状態で、ありまして、お店の人はとっても親切ですね。コーヒーとか結構何杯もお代わりできます。この2頭が看板犬でして、1人がスタンダードプードルで、もう1人が最初タグレさんかなと思ったら、板倉さんが大きい、飲ませてましたけど、より大きい、子でした。結構ね、この丸っこいなんかワンちゃんのソファ、コストコで売ってるそうなんですけど、こんにちは。この子はね、双子でした、はい、かわいいね。はい、みんないつもメンバー集まってますけど、一応ここに行くと、かわいい女の子も来てます。はい、これもドロドロ、これとごっちゃんの兄弟です。今日はカートに入れて、静かにしてますけどね、2人とも仲いいね。はい、ここの店はね、奥にドッグランがありまして、スバル君とミルクで遊んでまして、はい、顔を置いてます。そんなこんなでみんなね、ワンコ友達ばっかりなんですけど、ワイワイガヤガヤ、結構これまた楽しいんですよね。久々にタケちゃんもちょんまり姿で遊んでます。楽しくて仕方ないですね。ファンは梅がね邪魔しますけど、今日は一人でゲームを遊んでます。結構遊ぶんですよ、こうやって、ね、この子もちょんまりしたら可愛いでしょ。写真です。こんな感じで、今日のおかげで、ワンコのおかげで楽しませていただきました。
しい学